ははいそれでロンパスタートオンラインのショッピング体験を見ていくとまだまだ合理的な世界に尽きるのかな。 倉庫から検索して買うような体験かなショッピング体験自体がもっとソーシャルでインタラクティブで太い体験に必ずなれるなっていうふうに思ってオフラインのショッピング体験ってもっともっと豊かになっているなと思っていて例えばコストコに行くにしてもママさん同士が、えー、楽しいから一緒に行きましょうよと結局そこにお得さもあってカウシェっていうのがもう一つのコストコもう一つのイオンモールもう一つのドン・キホーテっていうふうになれたらなっていうふうに思って 感謝、えー、のモンナです本日はよろしくお願いします、えー、質問です中国で一番ユーザー数が多い EC はどこでしょうか はい、皆さんアリババを浮かぶ方も多いと思うんですが、えー、圧倒的な王者としてです、ね、あのアマゾンをも中国から駆逐した、えー、トップナンバーワンではあるんですけどもそんなアリババをです、ね、ものの6年でユーザー数を抜いてアクティブ年間購入ユーザー数を抜いてです、ねえー、と1位に躍り出てそして今時価総額15兆円になっているのが、えー、モンスターがピンドードでございます私が直近3年ぐらい上海にいましてです、ねえー、とまさに誰もピンドードを知らないところからめちゃめちゃ盛り上がったところを見て彼らの秘密がまさにこの人 人がを呼ぶ仕掛けショッピングにです、ねえー、とエンターメソーシャルを混ぜていくと,いうところを見てです、ね、日本のコーディネーション日本自体を盛り上げるにはこれだなという,ふうに思って歌詞を、えー、日本で始めさせていただきました。 サービスを見ていただければです、コストコのようにです、ね、で今、いっと食材を中心にさせていただいていて、毎日買うような食べ物、飲み物もあれば、一点物もあったりとかします、例えばこの炭酸水とかですと、オンラインで売ってる販売の最低の価格に対して、さらに10%から時々20%お得にしていただいています。 事業者にとってその価格を出す秘密なんですが購買意欲の高いユーザーがこれいいよねというふうに話してまた別のユーザーをある意味営業マンになって連れてきていただけるというところで事業者の継続率は3ヶ月経っても5%以下というふうに公表いただいていますなので購入はここで終わりではなくですね LINE やインスタでシェアしませんかというふうに出まして実際の友達にシェアする方もいればインスタ上で,です、ね、知らないママさん同士が一緒に買いましょうというようなコミュニケーションもあります,ここですと 友達4人グループのところでこの方はシェアしていて友達は URL を通してクリックをするとあ,あとこれぐらいの時間で買わなきゃかというふうになってどうせならじゃあ買おうかなという感じで購入していただいています。シェア買いを立てた方もです、ね、24時間以内に誰かを呼ばないと全額返金をされるんですけども買うこともできなくなるというところで積極的にこっちだったりあっちだったりをシェアしていてという感じです。早速グループとしても成立しましたね。24時間以内にです、ね、在庫がある限りは他の友達もえっと他の友達も 参加することができてこのようにですねこのグループのじゃあ私も買ってみようかなというふうに次々と他の方が参加してきますこの場合ですとリアルの友達なんですがさらにオンラインでですねオープンチャット上で匿名の人同士が一緒に買い物したりとかそんなショッピングエンターテインメント空間というのがカーシェになりますはい えー、モバイルペイメントの普及そしてソーシャルメディアの普及ここが中国でも爆発したのは日本でも来るかなというふうに思っていて実際にカウシですと PayPay、えー、ペイペイで決済している比率が50%以上になっていて頻度も非常に高くてというところはまさに、えー、兆しかなというふうに感じていてこれまではオンラインで買い物をするってなっても PC ってない いたのがアプリになって接触頻度が高まってそして、えー、とそのすぐ横に決済ツールが安心してあってで昔誰か呼ぼうとバイラルする時はメールでも使わなきゃいけなかったのが今ソーシャルメディアっていうのがあってというところで大きな、えー、と実績が出ているのかなというふうに思っております。 今、ロンチして半年強ですけども、累計インストール15万というふうに、ノンプロモーションでここを突き抜けて成長しております、GMV もスタートしてから大体いい600%というふうに順調に伸びています、一つ面白い特徴がです、ね、東京以外で8割以上を占めるというところが一つありまして、まさにこの人の、商品の魅力によって、人が人を呼んで買い物をしていくっていうところのプロダクトマーケットかなというふうに感じております。 収益性としても決済費を除いて11%の手数料を頂い,いていて既存の EC と比較して同等ないしはそれより少しいいという収益性を維持した状態で一旦広告費広告営業等々しなくても大丈夫というようなエコノミクスを維持しております。 お客様はです、ね、まさに、えー、とママさんでしたり、えー、でございましてこの方ですと月18回とほぼ毎日カ、えーシ場で何か買っててという形でパパが、えー、と子育ても一緒に応援していきながら主にどう,こう収入をこう増やしいかに増やすかみたいなことをするのに対してママにとってもう一つのミッションが家計支出の最適化でもあってなので時々車を出して遠いところに行って少しより質のいいお野菜だったりお得さを選んでいったりそして夜カ社シで触って。 友達に影響して、影響されて買い物をしていくというのが、またショッピングのまたもう一つの達成感と充実感と楽しさかなというふうに思っています。 伸ばし方戦略ですバイラルをとにかく拡大させていくというところをやっていきますモデル的に言うと月間の購入者数がいるとシェア買いをしていく過程で 1.x の外の人をまた巻き込んでくるというところでこのぐるぐるの回転をいかに早くしていくかというところを突き抜けていくという感じでございますその武器になるのが CAC ですね今既存のユーザーが新規を呼んだり新規のユーザークーポンを使ったりそういった費用を全部入れて1678円これちなみにめちゃくちゃすごい数字なんですけど既存の PC と比較して3から5倍ぐらい効率が良くてまだまだガンガンガソリン入れられますしゲーム要素を足していくとさらにここは効率良くなっていくかなというふうに思っております。 商品としては今食品からスタートしてるんですけども最速で総合 EC 化をしていきたいというふうに思ってます最後になりますがショッピング体験はですねまだまだつまらないなと思うんですオフラインで買い物をしていくときにあのコストコでしたりアウトレットをっていう言葉を聞いたときにその場所ってお得だけじゃなくてそこに時間と空間があって楽しさがあって選ばれているのと同時にまだまだオンラインのショッピング体験っていうのは合理的で細い世界のを歌手だったらエンタメソーシャルの要素を混ぜて全然面白くなっていけるかなと いうふうに思っていますので皆さんご期待くださいご清聴ありがとうございました